はいどうも、り一です。それでは、セブンデイズトゥダイやっていきたいと思います。今回はね、拠点をさらにね、拡張していきましょう。まあ、あのー、このね、えー、ゾンビ迎撃システムで作ったね、ここも、えー、さらに拡張したいしね、まだまだ、えー、こっちの方もね、壁の中も、えー、全体的に、ね、上に立体的にね、えー、あのー、伸ばしたいから、 拡張をね、まだまだしないといけないんだけど、とりあえずここ床はね、貼りました。ここ床張って、まあ、もっとね、あの、床も、こう、周りを回るように床を張りたいんだよね。だから、まあ、ここが壁を、この壁はちょっと、後に取っ払うか、まあ、取っ払わなくても、一部取っ払って、あの、 するけど全部は取っ払わなくていいか。とりあえず、こっちに壁を広げよう。壁というかね、横に拡張するための部分だね。だから、だここがら辺が、あの、壁になるわけだ。また。完璧な壁。どうしようかな。横幅の、んなんだうわー、デブだ。びっくりした。お前、自爆デブじゃないしかも。 危ない。お前だけかお前だけだ。よし。しかもピストルと。うん。よしよし。びっくりした。急に自爆デブが寄ってくるとはな。よし。で、壁だよね。壁ね。ああ、でもまだ向こうがね、結構広いから、結構こっちに広げれるっちゃ広げれるけど、うん ちょっと、あれだな、広くしすぎるのも、ブロックが大変だしな。ここでいいや。ここを起点としよう。本当に壁にしよう。ここをもう、完璧な拠点の端にしよう。まあ、余裕があったら、また伸ばせばいいしね。あっちに。とりあえずね。よし。本当オートブロック便利だね、これ。作るのは時間かかるけど、ちょっとどいて。 置いてくれあ置けないよし置けたあ間違えたおわ間違えた間違えて置いちゃうとでも大変なことになっちゃうからねうんそれはある間違えて置いちゃうと大変なことになっちゃうオートブロックはよし後ろはそういえばあれかな引き伸ばさなくてもいいのかな 後ろは引き伸ばさなくてもまあいけるか。うん。まあ後ろはそんなに伸ばせないしな。木植えちゃってるし。まあいいっか。そんなに伸ばさなくていいや。じゃあここここで。よいしょ。OK。なんか、ガタガタしてる。ああ、この辺ガタガタしてるな。ああ、結構、 ガガタガタだなあれ高さ合ってるこれ。高さ、ああ、ここだけ。ここ、あれか。若干盛り上がってたんだ、実は。だから、微妙に、角だけ。あれだね。角というか、こっち側が全部1ブロック多くなっちゃったな。これも弱点だな。オートブロックの弱点。ね、便利だけど、弱点は意外と多いね。 高さが、もともと設置する高さがね、合ってないともう、もうずれちゃうから、しまったなぁ。ワンブロック高くなっちゃうんだよね。これももう、あれだ、ダメだ。これはもうダメだから壊そう、とりあえず。また下は一段掘って、普通の木ブロックをね、埋め込むしかないね。なんか数値を、 決めれたらいいのにね。でもそれだと結構大変か。何ブロック伸びるみたいな。よし。とりあえず。間違えて置いた、これは置いとこう。で、ここを、ここもこう、こっちだな。壁はこっちだから、ここは、こうつながないといけないね。よし。 よし、これで、OK だ。横に拡張できたね。まあ、あとはこっちの方は適当にぶっ壊して。まあ、そんなに全部取っ払わなくてもいいから。ここを全部、でも床にするって言っても、あれだな、上を張ってしまうのも結構幅があるから、5ブロックぐらいあるよね。1、2、3。 6ブロックもあんのか6ブロックもいらないんだよな1233ブロックぐらいでいいから結局ね床にする部分はだこの辺に結局また壁を張って床張って上にでこの壁は邪魔だからある程度取り除かないとダメになってくるな柱を残して取り除くことになりそうだね よし。あ、畑。あ、もうグレープ育ってんじゃん。あ、小麦も育ってる。リンゴももうこれ育ってんのか。おー、すごい。ホップはホップはこれまだだよね。ホップって確か、もっと背が伸びたと思うんだけど。わかんない。でも全部育ってるな。肥料を与えないと長く伸びないのかな、ホップは。ホップはあんまり育てないからな。うん。おー、これは大量収穫だぜ。 いいねまあいいや畑の収穫は後にしようとりあえず畑もでも大きくしないといけないしなここを立体的に拡張していこうこの角の部分を角の部分になんだなんだ来るか 誰かいる誰かいるなあっちにナースがいるんお前だけかあ危ないいてやめろこいつだけか急に現れたのか怖いなまあいいかよし で角の部分ここをよしこの辺邪魔だからまあ削らないといけないけどよしいいねいい感じ。 これでも結構距離あるからな。この間にも柱を立てないとダメか。真ん中とここの間にも立てとくか。一応。よし、ここに柱。高さはこれぐらいあれば畑は育つよね。ギリギリか。ギリギリ育つ。これ、りんご。 微妙だな。もう一段ぐらい高くしたいところだったかした方が良かったかな育たない可能性が出てきた微妙だよな。ほんとに。結構ギリギリな気がする。りんごの高さ。まあ、やってみるか。よし。 まあ、とりあえずこれであとはこうだつなごうあちょっと足りないね多分ちょうどだからちょうどだと育たないんじゃないかなまあバニラじゃないからもっと入れてるから若干何か変わってるかもしんないけど基本的に作物は 高さが最大成長プラス1マス分空いてないと育たなかったはずだからね。だからこういうのは1マスプラス上で2マス空いてないと育たないし。だからリンゴの木はギリギリアウトかな。ギリギリアウトの気がする。あと1マス1ブロック分いるかもしれない。わからんけど。 よいしょとりあえずこれでつながったかな上に登ってみよう一旦よしあここら辺つないどこっかこういうとこをつないで OKOK これねほらこれが多分もう1マスこうないと育たないんじゃないかな次植えた時に ここに床張っちゃうと育たない気がする。どうだろうか。まあ分からんけど。これをこういう風に上向きに張れば1ブロック空いてる風になるかな。いや、ならないか。まあいいや、これでいいか。ここはこの床を張っておこう。プレート。 上に畑を作るのもねしかも結構回収とかが大変だったりするからなまあメリットは面積が少なくて済むっていうことだけどでも木とかが成長したらその分重みがね荷重が変わったりする時があるからそれで総崩れになるパターンもねありえるしねよし まあできて2段ぐらいしかできないんじゃない畑。2段ぐらいの重みならなんとか柱を駆使すればいけるんじゃないかな耐えてくれると信じたいよね。この広さだったら、うん。真ん中にもしかしたら下の段、真ん中に柱、畑のね、真ん中とかに。 作った方がいいかな。うんそれつければいけそうだな1段ねここの部分にここの部分をあの全部柱にしてしまうかそれだったら結構上まで詰めるかもしれないそうだそうしようその分真ん中の部分はね畑はあのなくなっちゃうけどまあまあそれは仕方ないしうん立体的なね畑を 作ろうこれをまあアルファ1 6にもね取り入れたいからねこれが成功すれば本当にアルファ1 6でもこういう畑を作ってねガンガンでっかい畑を作っていきたいねまあアルファ1 6であのー、種が増えるかどうかは定かではないけどよしいいねとりあえずこんな感じかこれで、えー 一応二段目が OK なわけだよしよしでここにもさらに3段ぐらい行きたい3段ぐらいは最低でも行きたいからなここに置いてこうだな まあ、ここはいけるよね。ここは柱の部分だから、いくら積んだところで崩れることはない。よし。よしよし。OK。ー。あ、いいね。まあ、でも、登るのが大変になるから、登り口もちゃんとつけないとな。で、まあ、真ん中に柱をね、まあ、置くけど、柱のブロックはちょっと変えるか。 なんか柱っぽいやつ。ウッド、ウッドポールにするか。ウッドポールだっけあ、ウッドポール。やっぱウッドポールがいいかな。細いから。あれこれ作れない。作業台で作るのかこれは。よし。じゃあウッドポールを作ってる間にちょっと畑を収穫しよう。小麦。すげえな。 めちゃくちゃ収穫量あるよ、小麦。いいね。よし。これだけで125個来たぜ。これが上にも伸びたら倍になるわけだ。まあ、そんだけ作ってどうするんだって話だけどね。一人では食い切れないから、あれだけど。ゾンビにでもお裾分けするか。あグレープも125個来たぜ。 もも収穫するるかも2個取れてるし一応今、種少ないからね。種にしないとまずは。よし。で、リンゴだな。リンゴは素手の方がいいけど、これは、あ、これも一撃で壊れちゃうのか。じゃあ素手だな。やっぱ素手の方がまだいいか。これでも、やっぱ密集させすぎだな。非常に、あの、わかりにくい。リンゴ。リンゴの木がね。 リンゴの木はやはりこの葉が、葉っぱがあるから、ちょっとこのしゃがん、しゃがんでやらないと果樹園こんな密集してることないもんね、普通。すげえよ。まあしゃがんだらなんとか取れるか。本当は1ブロックぐらいは開けた方がいいね、見やすいね、非常に。 うんまあでもしゃがめばなんとかなるかな。よし。りんごが、あのー、この高さで、おっと危ない。育つんだったら、上ね、上天井を置いて、この高さでさらにあの育つんだったら、あのー、全部1段目はりんごの木にしたいな。ここの1階、1階の部分は全部りんごの木にしたいところだな。 あ、でも、あれだな、リンゴはでもこれ一度育ってしまうと、あの、もう、取れるわけだから、木になった状態だから、もしかしたら、あれかブロックが高さ低くても結構意外といけたりするもうだって高さは変わんないもんね。だからこの状態で、また実をつけるのかなそれだったら、もし、ここでリンゴ植えて、 高さの関係で育たなくても、一度成長先にね、あの、天井を開けて成長させてしまえばいける可能性があるよね。うん、なるほど。それもやってみないとわからんが。よし、全部種にしよう。69個。ま、あいいか。で、えー、真ん中の部分を、ちょっとぶっ壊さないといけないから、真ん中。 ここだよいしょここだけぶっ壊しといて、まあ、ここは柱にするとうわすげえなこのこの,このわさわさ感気持ち悪い気持ち悪さまでもあるよしあこっちもだいぶ成長してるねすべてね、まあ、こっちは別におまけだからねでなんでも種はグレープとゴールデンフラワーになったね 何かタネか何かタネだ何かタネは何が育つかわからんからなよしフットプレートウッドポールができたんあ音が聞こえるぞ何やつ何やつノラホーズとかノラホーズだやめろやめなさいそんなに分けてほしいのかリンゴがやめろ食えんだろお前らリンゴ もう行ってどこ行った,もう,一体どこ行ったうろちょろするんじゃないよほらーよし野良ードだな完全にやつらやってきやがったぜ遠くからもライフルで仕留めていくまあどうせ大したものも落とさないだろうスキルカードぐらいだしな まあ今そんなに困ってないし。うん。まあ数は少なかったな。珍しく。まあまだ来るかもしれんが、とりあえずオッケーだ。ん気のせいか気のせいか。なんか、なんかなってた音が聞こえた気がしたけど、まあいいか。よし。そして、 で、ウッドポールを真ん中に置くと真ん中だねあそうかあのプレートを逆向きに置いちゃったからあのあんな風になるんだねまああんな風になったところでまあ別に大丈夫だろうブロックの判定はどのみちあるからね結局大丈夫だとは思うよ よいしょ。よし。そして、ここだ。ここが一番いい。ややこしいわ。これ、上、上向き、上に置きにくいし。どこ合ってる、ここで。合ってる。よし。よし、オッケー木で支えられてんじゃないかと思えるけどね、ここは。 よし。とりあえず、これで、OK かな。まあ、一マス畑がね、植えれなくなるから、一マスちょっと少なくなっちゃって、あれだけど。まあ、でもそれでも十分だろう。上に伸ばせれれば。よし。あとは、まあ、二段目に土を置いて、そして三段目と。 やっていかないといけないわけだけど、あ、そうだ。今思ったけど、結局あれか。あの、土を区分忘れてた。土をここに置くとすると、一段結局高くなっちゃうから、土を区分忘れてたな。じゃあもう、この床を外して土をもう埋め込むか。結局そうなっちゃうな。その方がいいかな。 重さの関係も結局あるしな。まだ、その方がいい気がするか。もう一段高くなっちゃうもんね。ここに土を置くと、結局、一マス、のぼさん、のぼう一段こう、積まないと、もう一個ね、まあ、いけなくなっちゃうから、まあ、それでもいいけど、どっちでもあんま変わんないか。でも、土だけの方が、重さは軽いよね、おそらくね。 プレートを削った方が多分荷重は軽くなる気がするけどまあいっか土を埋め込むっていうのは見て見た目がちょっとあれだからやっぱ床がせめてあった方が見た目的には綺麗な気がしないでもないから とりあえず、この形で行こうか。この形で、うん。ここに土あったらなんかちょっと嫌だもんな。だから、土はまあいいや。普通に。上に置こう。窓とかつけたいけどね。ガラス窓とか。ガラス窓とかでも、全然支えてくれないだろうからな。普通のでも窓だったらいけんのかな。まあ、俺窓とかあんまり作らないから、わかんないんだけどね。窓ってそもそも、 ウッドウィンドウとかあるぞ。ウッドウィンドウとか。これ多分これモッド専用のやつだろうけど。これどんな感じなんだろう。ガラス貼られてんのかなちゃんと。あ、ガラス貼られてる。あ、こんなんあったのか。あれこれって普通のやつか。モッドじゃなくてもあるのかなこんなやつ。こういう窓いいな。これモッドじゃなくてもあったかなバニラでもあったのかなわかんないけど。あんまり窓作らないからな。 いいな。これいいじゃん。これを床に敷いてみようかな。ここに敷きたいな。あ、敷ける敷けるかなこれ横向き。あ、横向きに敷けるね。一応。まあ、でも、高さが多分ガタンってなっちゃうけどね。うん。あと多分荷重が多分厳しそうだな、こいつ。こいつ荷重ないんじゃないあ、でもマックスロード21のマスの穴。それなりだな。あんまり変わんない あんまり変わんないあん,まり変わん,ないんだっていけるかもしれんな。うん。置いてみるか。よし。少し置いてみるか。でもこれダメな気がしてきたな。これ、やっぱ真ん中にしか多分今置けないから、こうなっちゃうよね。こうガタンってなっちゃうから。 この上に土を置くと、えらく不自然になりそうだよね。こうだな。あ、でもなんかいいな。なんかやっぱガラス窓っていいな。この上に例えばこうブロックを置くと、結局ちょっと宙に浮いちゃう感じになっちゃうね。うん。まあ仕方ないか。もう贅沢は言ってらんないな。もう、結局、うん。どうすることもできない。 土は土はないあ。あったあった。フォレストグラウンド少しばかしあるね。これを。こうだな。まあ仕方ないな。まあ結局でも土を置いたらせっかくの窓ガラスもあまりきれいではなくなるかな。あ、でもやっぱちょっとは空も見えるしな。うん。やっぱ窓ガラスの方がいいかもしれない。 上だけ窓ガラスでもいいけどね、一ちゃん屋上だけ窓ガラスにするのが一番いい気がするけど。どうするうん。それでもいいか。よし、やっぱり一番上の階だけ、あれだね、天井、一番上の天井だけ窓ガラスにしよう。うん。一番上、三段ぐらいをとりあえず目指してるから、そこの一番上を、まあ窓ガラスにして、 まあ上には何も置かない。まあさらに屋上に畑も置きたかったけど、それ置いちゃうと結局見えなくなっちゃうから、うん。一番上の部分だけにしようか。今回はまあ畑という感じだしね。うん。よし、じゃあまあ上の部分ね、作業していくか。床張って、階段はまた後で作るとして。で、ここもプレートを置いていくと。 うわあ、崩れたマジかうわあ、マジか,ーーマジかー崩れよったあ。痛いてーし。ああ、真ん中の柱を先に置くべきだった真ん中の柱。置かなくてもいけるかなと思ったんだけど、崩れたかーこれなんで崩れたんだろう。あれかあ。あ、ちょっと待って、痛いて。 大ダメージだ。骨折してるから。これ下の空間があれかな影響したのかな一階部分、ああでもそうか。一階部分は、あとこっちとかでね、支えられてたっていうのもあるのか。結構ね、こういうところで微妙に支えられてたから、そういうのもあったのかな。だから二階部分はマジで、しまった真ん中の柱を先に立てるべきだったな。 でもあれだけで崩れるんだなぁ。ちょっと怖くなるね。真ん中の柱を立てたとて、さらに上に三段目と土を置けるのかっていう部分だよね。もう置けない気がしてきたわ。置けない気がしてきた。うん。わからんけど。まあでもやってみよう。やってみないとわかんないし。うん。実験実験。 実験だしね、これは成功すれば本当にねあの今後の幅が広がるわけだから俺のアスレチックのね立体的構造がねできるわけだからうん本当にまあ木でやるのも厳しいかもしれないからねもしあれだったらね柱の部分とかはもうちょっと強いやつとかねしてもいいんだろうけど。 あと、真ん中の部分はもっと軽い素材とか、もうできるだけ肉抜きする形でやらないといけないかもしれないな。よし、とりあえず、まあちょっと材料が減ってきたから、今回はここまでにしよう。次回、えー、この続き、えー、やりましょう。探索はしばらくいけないかもしれないな。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録、お願いします。ご視聴ありがとうございました。